皆さんこんにちは、シンガーソングライターのりほです。はい、ということで、今日はルヴァンカップ清水戦でございます。ホームでのね、清水を迎えてのルヴァンカップでございます。勝てるでしょうか。勝ちたいでございます。勝ちたいですね。はい、勝ちたい。勝ちます。勝てるでしょうか。不安でございますね。頑張ろうと思います。応援を心の底から応援したいと思います。それではちょっとね、中に入っていきたいと思います。あ、ちなみに今日は、感染対策のため角田から車でやってまいりました。めっちゃ道間違えて事故るかと思いました。怖かった。生きててよかったです。この生きててよかった喜びを、試合にぶつけていこうと思います。今日はね、なんとチケットをね、いただいちゃったので、今日のお席はちょっと自由席南の方になるんですけど、自由席南の方に向かっていきたいと思います。はい、ということで、今日のスタジアムグルメなんですけれども、ちょっとお腹が空いたので肉巻きおにぎりと、あと唐揚げね、唐揚げを買って、あとちょっとどこかで、今日は車で来てるからビールが飲めないので、何かシュワシュワした飲み物を買えたらいいなと思います。今日めちゃくちゃあったかいんですけど、ちょっとめっちゃ寒いっす。明日寒いので皆さん絶対にブランケットなどね、持ってくるようにしましょう。赤崎周平選手のシューマイ寿司です。いただきます。美味しいです。これから試合が始まるので、今日はね、自由席南から応援したいと思います。まもなく前半キックオフです。はい、ということで、前半が終了いたしました。いやー、ちょっとね、惜しかったですね。たくさんシュートもね、打ててたと思うので、あとは決めるだけなんじゃないでしょうか。後半も結構その前の方からね、こう攻めて守りつつ、どんどんシュートを打っていけたらいいんじゃないかなって期待してます。ちょっと西村選手すごかったですよね。はい、めちゃめちゃちょっとテンション上がりましたけれども、後半もテンションが上がるプレーを、期待したいと思います。それでは後半行ってきます。はい、ということで、清水エスパルスとのね、ルヴァンカップ終わりました。いやー、なんか本当になんか一瞬の隙を突かれたというか、残念なね、1失点にね、なってしまったんですけれども、もうでも私はそろそろベガルさんが勝つところを見たいです。今日はちょっとしょんぼりなんですけど、でも普段よりたくさんシュート打てたんじゃないかな。どうですか皆さん、ちょっとコメント欄でね、ぜひ今日の試合についてコメントしていただければ嬉しいです。はい、ということで、清水戦の Vlog でした。この動画がとてもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。りほでした。バイバイ。はい、ということで、運転してここからね、お家に帰ってきました。今日はお母さんこれ作ったんですか。はい、作りました。美味しそうな料理が並んでいて、ちょっと憂鬱な気分だったんですけど、ハッピーになりました。ということで、お腹も空いたし、ちょっと残念な気分をね、晴らすために、朝日スーパードライで乾杯したいと思います。乾杯して終わりにしたいと思います。それでは次のね、神戸戦ですかね、神戸戦勝てますように。